河藤純一は日本の内閣府職員、書家。号は峰城。総理府内閣総理大臣官房人事課、事例専門官、内閣府大臣官房人事課事例専門官などを歴任した。茨城県出身。総理府にて事例専門官などを務め、中央省庁再編後は内閣府に勤務した。官記、意記、事例書などを記号した。 内閣官房長官の小渕恵三が新元号を発表する際に掲げた平成の書を記号したことでも知られる。また、大東文化大学のロゴなども手掛けている。書家としての号は、峰城を名乗った。茨城県にて生まれ育つ。大東文化大学第一高等学校在学中に書家を志し、毎晩100枚近く書き続けるなど修練を重ねた。同校卒業後は、 大東文化大学の文学部中国文学科に進学し1969年に卒業した。学生時代は大東文化大学の教員だった長井教習や松井女流らの訓導を受けた。国務大臣の歓喜を上書1974年12月より総理府に報職した。総理府では内閣総理大臣官房の人事課事例係に配属されて以来、 同職を務め上げた。1980年に前任者が退官したことから公認の事例専門官に就任した。事例専門官として職務に従事した。定年退官までの30数年間に約20万枚以上の歓喜や息、事例書などを記号した。1989年1月7日の会見に、際しては当時の総理大臣官邸の記者会見場で、 内閣官房長官、小渕恵造が掲げた平成の記号も担当した。これまでの業績が認められ、2005年に第18回人事院総裁賞の個人部門を受賞した。人事院総裁賞選考委員会の審議の際には、加藤が書いた事例書の見本が届けられ、それを目にした委員全員が簡単したと伝えられる。審議の結果、 委員全員による満場一致で推薦が決定した。人事院総裁賞受賞時には、秋人天皇、道子皇后に拝越した。なお、加藤本人は受賞の内示を受けるまで、賞の存在自体を知らず、突然の受賞に困惑したと語っている。2007年3月31日付で退官した。退官後は、埼玉県にて、書道教室を主催する。退官後も、 加藤の書は様々な場面で用いられている。一例として、総理大臣官邸では国外からの品格に対して風呂敷を贈呈しているが、その風呂敷にも加藤の書がデザインされている。また、観光庁以外では母校である大東文化大学のロゴマークに加藤の書が用いられている。百八十九年一月七日、加藤の書を掲げる内閣官房長官。 小ぶ慶三、造、平成の書1989年1月7日に内閣官房長官、小ぶ慶三造が掲げた平成の書を記号しているが、あのシーンの映像を目にするたびに展覧会場で自分の作品の前にじっと立ってはいられないように自分の書を見るのは恥ずかしいと感じている。なお、平成の書の出来については42歳の時の書、あれはあれで良いと感じている。 小ぶち啓造ぶち啓の妻である、小ぶ千ち子から誘われ、2019年3月31日に、初めて啓造の墓を訪れた。この母さんには、啓造の長女である、小ぶち子、きこ、の下で、内閣官房長官秘書官を務めた、石月博氏らも同行し、啓造の墓のある、臨床寺だけでなく啓造の銅像がある、ツインプラザも訪問した。ありがとうございます。